はい、ということで今日はこちらですね。みんな待ちに待ってた、はい、キークロン9 11 11。いや出ましたね、とうとう初の分割式でございます。 75% レイアウトということなので、まあ、基本的には Q1 とか K2 とかと同じレイアウトですね。ここで分かれるんだ、まあ、いつも通りですね。よっ、まあ、本体行く前にナイロン製の USB Type-C と Type-A 変換アダプター付きね。これ分割式ならではですね。お、何これ TRLS じゃないんだ。キーキャップ引き抜き具、キースイッチ引き抜き具、それからドライバー交換用キーキャップですね。お、これだけなんだ。いつもの旧シリーズだったら他にね、六角レンチとかさ、代わりのネジとかも入ってたんだけど、ん、思ったより軽いぞ。あー、なるほどね。あ、そっか、僕 B 右手なんだ。はい、ということでキークロン911レビューしていこうと思います。はい、ということで皆さんこんにちは。キーボードは文房具、山カフェです。本日も動画ご覧いただきありがとうございます。ということでですね、キークロンから初の分割式のメカニカルキーボードとなるキークロン911ですね、販売開始と同時に注文して到着しました。で、注目度が高いようで、サイト上ではね、在庫なしとなっていますね。それでは早速見ていきましょう。キークロン911、75% レイアウト、分割式メカニカルキーボード、Mac、Windows 対応、有線専用、ホットスワップ対応、アルミニウムボディ、QMK-VIA 対応により、キーマップのアサインが可能、ロータリーエンコーダー対応。本体はこちらね、アルミニウムでできています。まあ、ただしですね、他の旧シリーズとは本体の構造が違うので、打鍵感とかはね、音は異なります。こちらはキークロン Q1 なんですけども、Q1 ですね、裏側を見ると、まあ、音もね、叩いた感じはこんな感じ。で、かなりね、こう、一体感がある。まあ、分割されてるのは、ここから分割されてるんですよね。こんな感じ。で、一方で、911の方はですね、こんな感じ。ここから分割してるんですよ。底面部分がもう分かれているという感じですね。で、叩くと、まあ、若干、軽めの音がするという感じで、だいぶね、作りも違うのかなという気はしますね。そしてですね、本体の作りとしてはスイッチが見える構造ですね、まあ、いわゆるロープロファイル構造みたいな感じになっているわけですよ。そして左右の分割部分ですね、ここは綺麗に分かれているということですね。で、ここをですね、こうやってこうするじゃろ。そうすると、はい、あら不思議、 75% コンパクトレイアウトキーボードということになるわけですね。はい、まあ、最悪ですよ、最悪分割式の入力になれなかった場合でも通常のキーボードのように使うことができるので、まあ、安心ですよねっていうか、もう何を不安に思うかですけど、まあ、確かにこうやって使えば通常のキーボードと同じように使うことができるということですね。そしてですね、本体の後ろには USB Type-C ケーブルのコネクターと Mac、Windows の切り替えスイッチ、そして左右をつなぐための USB Type-C コネクターがあります。そしてですね、本体の裏面にはですね、角度調整用の足はなくてですね、ゴム足だけですね、という感じになります。レイアウトとしてはですね、まあ、こちらキークロン Q8、アリスレイアウトのキークロン Q8 と似たような感じで、ここがですね、パカンと、まあ、割れるわけですね。はい、割れるわけです。で、キークロン Q8 の場合はですね、 B がですね、これ左右にあったんですよ。で、僕の場合ですね、
文字の入力の勢いとか気分によって B を右で打ったり左で打ったりすることがあるんですけど、まあ、そういう使い方をしていると Q11 の場合はですね、 B 打とうとして空振りするということが何回か最初のうちにありました。なのでこの辺はね、慣れてくると、まあ、いいのかなという気はしますね。そしてですね、 75% レイアウトということですので、ファンクションキーもそれからカーソルキーもねあるという感じでございます。そして左側ここですね、ここには、M キーがあります。これは多分ですね、自分でマクロを割り当てたりする用のキーだと思います。そしてもう実は入れ替えちゃってるんですけど、ここがもともと FN でこっちはコマンドだったんですけど、ここのスイッチの割り当てがあんまり良くなかったんで、僕はこれを入れ替えちゃいました、はい。そしてこの M キーね、もう、現在のところ僕としては利用方法がなかったので、 RGB の切り替えスイッチとかをここに当てています。まあ、これも実際使うかどうかちょっと分かんないですけどね。そして左右にね、エンコーダーが、ロータリーエンコーダーがついているということですね。まあ、日常的に使っている方にはすごく便利かなと思います。まあ、正直僕はこのエンコーダーね、ついてても使ったことはございません。でですね、まあ、しばらく使ってみて思ったのは、この M キーですね、まあ、邪魔だなと、正直邪魔だと思いました。まあ、なんでかっていうと、キーボードの上に手を配置した時ですね、なんとなくですよ、なんとなく、まあ、左右分割なんで、こう手を右と左右に広げておきたくなるんですよね。そうすると端っこってタブキーとかだって勘違いして思ってることがあるわけですけど、そうすると必ず1列左にずれちゃうんですね。なので間違えて入力し始めてるってことが、まあ、結構ありました。そしてですね、まあ、本体は他の Q シリーズと違って高さがね、随分低くなってるんですよね。まあ、スイッチが見えるいわゆるロープロファイル構造という感じなんですけども、この方式の良さっていうのは、まあ、次の3つかなと思ってます。1つが本体が軽くできること、そして RGB の光が綺麗に見えること、そして何よりも打鍵がしやすいということですね。まあ、ただですね、まあ、しやすいとは言っても僕自身は、リストレストが欲しくなりました。そして、Q シリーズとしてはこれめちゃくちゃ軽い部類に入るんじゃないかなと勝手に思ってます。同じ 75% レイアウトの Q1 がですね、スペック上 1825g ですね。それに対して Q11 は 1186g ということなので、どのぐらい、 700g 弱か軽いという感じです。それからリストレストね、リストレストも、この左右分割になっているリストレストが欲しくなりました。あとはですね、この配置の自由度ですね、もいいなと思いました。まあ、リスレイアウトだと多分こういう感じですよね。まあ、あとは勝手にこう置くのは、これだとちょっとあんまり良くないか、普通にまっすぐに置いたりとか、まあ、結構ね、あの分割っていうことで配置の自由度があるなと思いました。で、分割式もアリスレイアウトもね、ホームポジションが身についていればどちらもね、使いこなせそうな感じではありますね。で、左右の結合部分にはですね、 USB Type-C ケーブルをこちら使用しています。まあ、なんとなくですけど、左右分割式のキーボードは TRLS ケーブルを使うのかなって勝手に思ってたんですけども、まあ USB Type-C を今回使っているということですね。で、実際にはですね、これ、まあ、このように左右をつないでおいて左側から Mac につながるという、まあ、そういう接続な方式ですけども、ここから直接 Mac につないでも右側だけとして使うことができました、はい。で、それからなんとですね、なんというというか、まあ、これ左右それぞれですね、1本ずつ Mac につないでもそれぞれね、認識して普通のキーボードとして利用することができました。まあ、だからなんだっていうことではあるんですけども、ちょっと面白いなと思ったのでお知らせしておきます。そしてですね、まあ、使っている最中にこの左右をつなぐケーブルを抜き差ししてもちゃんとね、反応してくれました。まあ、いわゆるホットスワップ可能ということですね。で、左右をつなぐこのケーブルなんですけど、これね、何センチなんだろう、まあ、これしか伸びないんだよね。いや、もうちょいね、長くしたい、欲しいよねという気持ちはあります。で、買いました。
こちらですねタイプ C ケーブルコネクター両方とも L 字になってるやつですね。これ1メートルのやつを買いました。でこれにすることで、まあ、かなりね、まあ、かなり自由度が上がってもうすごく使いやすくなったと思います。まあ、ただねちょっと1メートルは長すぎるんだよね。だからまあ、5、60センチぐらいのがあるといいのかなという気はしましたね。まあ、この辺の長さは使っていってちょうどいい長さっていうのが出てくるのかなという気はします。で、打鍵音なんですけども、まあ、若干ですけども空洞感があるので本体に専用の何かを詰め込んでもいいかもしれないですね。あのまあガスケットマウント方式じゃないので他の Q シリーズと同じ打鍵感とか音を期待しちゃうとあれ違うかもなというふうに思いますね。まあ、ただ悪くはないと思います。で、まあ、個人的にはですけど、まあ、僕はですね K プロシリーズに近いかなとも思いました。で今回僕はですねフルアッセンブルモデル、まあ、キーキャップもスイッチもついてくるこのモデルを選んでるんですけども、スイッチはゲートロン G プロシリーズの赤軸をチョイスしています。いつも通りのね滑らかな感じですね。まあ、癖もなくね打鍵しやすいんですけども、まあ、正直ね面白みがないなとは思ってます。まあ、このあたりはですねニューフィーさんを見習ってほしいですね。まあ、新しいスイッチとの出会いっていうねキークロンでも出会ってみたいなというふうに思います。キーキャップは Q シリーズと共通となる PBT ダブルショットの OSA プロファイルですね。まあ、このキーキャップは打鍵しやすいですし、形も可愛くてとてもいいと思います。でね、なぜ分割式なのかというふうに思うわけですけど、まあ、配置の自由さですね、まあ、ハの字型に置くことで肩こり解消になるかなとかね、まあ、肩を開いて使うことができるので肩こりとかそれから前傾姿勢を矯正することができるかもしれないですね。しかし、まあ、分割式にしないでくっつけて使う場合と分割式にした場合とで、まあ、入力効率が変わってくるのは、まあ、僕自身のですね指運びが安定していないからということを、まあ、やっぱりね思い知らされたという感じですかね。まあ、そもそも僕はですね左の小指を使ってないんですよ。使って打鍵してないんで、まあ、入力効率は悪いのかなと思ってます。まあ、そういったことが分割式を使うことで冷静に分かってくるわけですね。まあ、分かったからどうなのよということはあるんですけど、まあ、分かってきちゃったわけですね。で分割式の良さってやっぱりですねその配置の自由度にあるんじゃないかなと思いました。まあ、ここの間にね、例えばこうトラックパッドを置く人もいれば
まあ、こんな風にね真ん中に、まあ、iPad も置いちゃうというような使い方もできるわけですね。でなのでだったらこの左右の分割ですね、ここが無線でつながったらさらにねいいなと思いました。まあ、多分皆さんそう思ってると思うんですけども、思いましたね。そして、まあ、僕はもうこれ新しいケーブル買っちゃいましたけど、このそもそも付属のケーブルですね、まあ、これも最初からね長いものがついてるといいなと思いました。あとはですね、まあ、先ほども言いましたけども角度調整の足がつくといいなと思いました。実際にはこんな感じですね、こういう感じの角度がつくといいなと思いました。お値段チェックです。キーキャップもスイッチも最初から入っているフルアッセンブルモデルが$205、スイッチもキーキャップも付属しないベアボーンが$185ということですね。いやしかしスイッチもキーキャップもついているモデルと20ドルしか違わないんだったら、まあ、ベアボーンじゃなくてフルアッセンブル一択なんじゃないかという気はしますけど、どうでしょうか。そして山カフェチェックもしておきましょう。キークロンが分割式キーボードを作ったということで、まあ、今後ね分割式の認知度が上がっていく感じはしますよね。手に入れやすい価格もあって多分人気は出るでしょう。まあ、実際ね在庫なしになってますね。一方ですね、まあ、旧シリーズの打鍵感と音を求めている人にとってはちょっと物足りないかもしれないです。まあ、しかし最初ね分割式キーボードとしてはなかなかに手頃で満足度が高いものというふうに思いますね。ということでキークロンから出た初の分割式のキークロン Q11、 キークロンから出たということでこれからね分割式キーボードが人の目に触れてくることも多くなってくるんじゃないでしょうか。まあ、実際ですね僕も初めての分割式キーボードがキークロンというのも、まあ、何かやっぱりねそういった意味もあるのかなという気はしてますね。まあ、他のメーカーからもね割とね出てくるような気もしますね。ということで質問なんかありましたらコメント欄までお願いします。チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。